TBS 赤坂アクトシアターは、東京都港区赤坂、赤坂サカス内にある劇場である、座席数1324席。赤坂ミュージカル劇場、赤坂アクトシアターを経て、現在の劇場名となった。2008年3月14日に、東京放送級車奥跡地で行われていた、再開発計画、赤坂サカスの中核となる文化施設の一つとして、 同じく一時閉鎖されていたライブハウス赤坂ブリッツに隣接して赤坂アクトシアターが開業した。初公演は熊川哲也率いる K バレエカンパニーによる新作バレエベートーベン第9である3月14日から20日。公式の落とし公演は宮本アモ演出ライオンプレゼンツ祝祭音楽劇トゥーランドットである。 2008年11月20日から12月20日には中島美雪の夜会が行われた。2009年4月に東京放送の持ち株会社化に伴い運営が TBS テレビに移行した。2022年から TBS 開局70年記念の一環として <laughs> ハリー・ポッターと呪いの子無期限ロングラン上演予定。JNNK TBS 系列局でこのような劇場を所有しているのは TBS テレビが所有する赤坂ブリッツ TBS 赤坂アクトシアターの2カ所のみである毎日放送が大阪市中央区にシアターブラバを所有していたが閉館しているプレミアムオープニング熊川哲也系バレーカンパニーチケットスペース新赤坂アクトシアターオープニングシリーズラインアップ 発表会シアターガイド2007年9月13日事前報道では、このように、落としと呼ばれたが、実際の催しとしては、前日、第9が先であるため、厳密な意味では、落としとは言えない。長年渋谷文化村シアター国運で開催されて、北が数年前に、青山劇場に移り、2008年は、赤坂アクトシアターでの開催となった。 TBS 開局70周年記念 TBS& ホーラープロプレゼント舞台ハリーポッターと呪いの子 TBS テレビチームナックスオフィシャルウェブサイトチームナックスオフィシャルウェブサイト2021年3月8日閲覧ありがとうございます